イレブンプロでん。ちょっとおしゃれやん、やっぱシルク素材って。ベース、まつきでーす。今日は購入品紹介をやろうと思います。ここ最近でいろいろ買い替えたし、買ったものも多くて、その一部をちょっと紹介していこうかなと思います。見てください。最近の購入品はこちらでーす。iPhone 11 Pro 買い替えれました。嬉しい。白いやつにした。なんか今まで7 Plus でほんまに東京おったらまだ iPhone にボタンついてるよって言われてて、でなんかまあインスタグラムとかめっちゃ写真もめっちゃ撮るから、すごい11 Pro の画質を見た時にもう衝撃受けて、これは買い替えよう、さすがにと思って買い替えたんだけど、マジでがっついな、ほんますごい、嬉しいです。これです。次に靴を購入しました。でん、まずこれかわいい、ね、もうキスしたのかほんま。見て、ドクターマーチンの靴を、ブーツを買いました。店舗で置いてるとこと置いてないとこがある、珍しいタイプのマーチンらしいんですけど、マーチンのブーツは絶対欲しくて買いましたね。この間初めて履いたら、お前ほんま靴ずれする、足痛いわ。でもこのちょっと厚底のタイプで、なんか刺繍がオレンジでめっちゃ可愛くない？買いました。3万ちょいぐらいしたかな。いっぱい履いてこの革を私色に染めたいと思います。次な、なんとマッキーニーハイブーツを手に入れました。キャー、今まで憧れだったニーハイブーツなんですけど、ちょっと女の子らしい格好もこの冬したいなと思いまして、そして私が足を出さないコーデばっかりしてるんですけど、今年はニーハイブーツにショートパンツという、あの絶対領域をやってみたいという思いから買いました、ニーハイブーツ。ちょっとね、素材がね、かっこいい、こういう生地のものになってて、これはスナイデルでね、もうニーハイブーツって言ったらスナイデルやろって思って、女といえばスナイデルやろって思って買いました。すごいね、あのこれ足が細く見える、マジで思い切って買っちゃいましょう。あとスニーカーも買った。これ、じゃーん。可愛くない？私、あの、結構スニーカー好きなんですけど、このニューバランスの新しいやつが、この配色が可愛すぎて、ちょっとグレーっぽいんだけど、そう、なんでも合うし、可愛いと思って、コロコロしてて可愛いし、買いました。はい、そして次に、洋服は、パンツをね、私パンツをね履くようにしようと、ちょっとこれから今までマジでワンピースしか着ない、ロングスカートしか着ないようなファッションばっかりやったんですけど、ちょっとパンツにチャレンジしようと思って、裾が広がってるタイプで、こんな感じで、私あのすごい下半身がお尻がでかすぎて、こういうタイトなパンツあんまり似合わんのんだけど、もうあれですよ、なんでさ、お尻がちっちゃくなきゃパンツが履けない、あの細くなきゃいけないっていう、なんかムカついてきて、だからだんだんなんかもう自分のお尻がでかくて太ももがちょっと肉付きがいいとかってさ、あのもう個性じゃなと思って、もうこの際出していこうと思って、はい、もうパンツ買いました。かわいいや、これよう見たらね、遠目で見たらなんか黒っぽいパンツだけど、こう近くで見るとこんな感じのすごいおしゃれな色味なんですよ。で、縦にこのパンツのこの中心に一応この線が入ってるから、ここに入ってると足が長く見える、細く見えるから、ファブリック東京っていうその新宿であるお店、ルミネにあるお店なんだけど買いました。今履いてるパンツも買ったばっかこれもなんかハイウエストで、中心によう見たらあの線が入ってるタイプで足が長く見えるやつなんですけど、これもすごくパンツをチャレンジして、まあ、今日はちょっと大きめのこういうトレーナーを着てるから気になるねお尻の部分とかは隠れてるんだけど、なんか頑張って履きたいなっていう、ジョイントワークスっていうお店で買いましたなのでパンツにチャレンジしていきます。インスタとかに私服アップしていこうかなと思います。そして次にズン、この蒸気の温熱シートがあるともうスーって寝れるんよ。これをおへその上に貼ってね、おへその上温めるとすぐやっぱ
血流良くなって眠れるみたいで、だからこれを私寝つきがすごい悪いし、なかなかね不眠症気味なので寝れないんだけど、これを貼ることによってだいぶね解消されてきたから、これをまとめて買ってる。すぐなくなる、毎日使うからさ。この蒸気でホットアイマスクの方もつけて寝てたりするから、アイマスクとお腹にこのシート貼って寝て万全。みんなも寝れんこやってみて、おへその上に貼るっていう。次にビーソップのハンドソープがどうしてもいい匂いすぎて欲しくて、なんか普通に薬局で売っとる数百円のしか買ったことなかったんだけど、イソップのねやっぱずっと欲しかったから買いました。いい匂い、なんかね2種類あった、ハンドソープ、普通のハンドソープ、いい香りがするハンドソープと、もう一つが中にスクラブが入ってるタイプ、毎日こう肌スベスベするタイプがあったんだけど、普通の方を選びました。次にこれ、もうこの入浴剤めっちゃ好き、やばい、匂いも神、クナイプのバスソルト。普通に薬局で買ったんだけどマジでいい匂い、なんかいつも行くエステのめっちゃいい柔軟剤の匂いする、あったかいホットタオル渡された時の匂いがする。これ2000円ぐらいしたかな。すごいリラックスできるから、あのもうこの時期ね半身浴とか、まあ、やるから、この間買ったばっかのもう半分ぐらいない。これ買いました、超良かった、超良い、普通リピートする。でこの間家族で淡路島の温泉に行ってきたんだけど、その温泉のところで置いてた酒粕美容パックっていう、これも買った。これねうちの妹がテニス部でもうガングロなんよ、で美白になりたいって言っとったけど、まあね数年テニス部でずっと焼けた肌だから全然白くならんって言っとって、でこの間家族でその温泉旅行行った時に妹とお風呂入って、これをなんかあるじゃん、置いてあるじゃんお風呂場にこういうので、それで使ってみたら妹がめっちゃ肌トーン上がって、妹にもプレゼントしてお土産として持って帰ってきた。なんか風呂場で顔全体にこう塗り広げて 2,3 分ぐらい置いて流すだけですごいトーンが上がってたから、もう妹にこれ毎日使って感想教えてって言ってる。でもその場でめっちゃトーンアップしてたから肌白くなりたい人はめっちゃいいんじゃないかな。そして布団カバーを買い替えました。これストーリーに載せてどこのって言われめっちゃ来たんだけど、これね外側はこういうツルツルのシルク素材っていうのかな、ツルツルなんだけど、開けると中側が内側がこうモコモコなのよ、ほらめっちゃ良くない、なんかこうちょっとおしゃれやん、やっぱシルク素材ってけど中がちゃんとモコモコだからめっちゃ高くて、これ楽天で結構そんな高くなく、布団カバーと枕カバーと下のねこのこっちのカバーはモコモコなの、中の素材と似たようなタイプだから、もうこのモコモコに挟まれて寝るのがねすごく良かった。昨日ねちょうど帰った、そうだからこの下のシーツと上のカバーとこの枕カバーで3点で9000いくらとかだったかな、私セミダブルだからそうだったからめっちゃこれ買ってよかった、楽天で買いました。でーん、あとこのでっかいバカでかい女優ミラーを買いました、楽天で。これねまだね下ドレッサーを作ろうとしてて、これを置ける台がまだ全然届いてなくて、来週届くんだけどドレッサー作りをしようと思い先にこの鏡が届いてしまったという感じでね、ここのタッチすると作るんだけど、これ一応ね2万ぐらいで買いました。めっちゃしっかりしてるし、なんかねこの縁が銀色だからすごいおしゃれで、取り付けもこの電球つけるぐらいとこの下の板つけるぐらいですごい楽ちんだった、楽天でこれも買いました。なので早くドレッサー作りたいからちょっと楽しみ。はい、そしてこの部屋にも買いました、ジェラートピケとジョエル・ロブションのコラボの部屋着ワンピース、もうデザインも可愛いしすごい首も詰まっててあったかいしモコモコやしすごいね肌触りがいいです。はい、これも新しい購入品です。
しい。そんな感じで購入品紹介でした。はい、これから私部屋ルームツアーやってくださいと言われるんですけど、まだなんか家具とか全然買ってこなかったなと思って、今ちょっとドレッサー作ったりとかいろいろと家を作り上げていくのでそしたらやりますね。ではじゃあねー。まだ今日ね、お母さんね PTA の仕事があるから、じゃあ今日帰り遅くなるからね、ちゃんとレンジチンして食べるね。あんたちゃんとここがね、こうやってこうでね、チンやったらいいから、ここで一回チンして。